安倍元総理の国葬への出席確認の書類が各議員に届いているようですね。そして議員の中には、あえて欠席することを SNS で公開している人もいます。下品だという評価もありますが、私は別におかしいとは思いませんよ。あれだけ国葬に反対と言ってたわけですから、まあ、歌詞、すなわち法的な問題点の大きさの問題はありますが、問題のある国葬に参加しないのは、その人にとって自然ですしね。 たださあ、立憲共産党いろいろ大丈夫か皆さん、こんにちは、はニやです。本日は2022年9月10日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、やっぱり泉健太、厳しそうだな、ということになります。この動画では、国葬の欠席に関係するお話をまとめてご提供したいと思いますので、立憲やべえな、と思われた方は、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。では、今回の目次はこちらです。 では、早速こちらをご覧ください。しばらくは欠席についての議員のツイートをご紹介しましょう。こちらは9月9日午後0時58分の辻元清美議員のツイートですね。以下引用です。内閣府設置法の国の儀式は、今まで憲法7条による天皇の告示行為のみ、そこに安倍元総理の葬儀を加えるのか、人の死は平等です。コロナで亡くなり、ご葬儀もできない方もいる。 また、安倍元総理は、統一協会と深い関係があったのではでも調査もせず、全額国費国葬儀、納得いかない。欠席します。以上ですね。まあ、憲法7条の話は置いておくとして、人の死が平等云々は、内閣葬についてどういう気だろうそれに、統一協会と関係があったことと何か関係するのだろうかそして、ご法名は、ごだけじゃなく、法も消すんだぜって突っ込まれてますね。 次はこちら。9月9日午後1時57分の蓮舫議員のツイートですね。以下引用です。閣議決定だけで時の政権が国葬を決める。国権の最高機関たる国会を無視した。この決め方に反対です。欠席します。以上ですね。まあ、ああ。 国権の最高機関たる国会というワードは国民から直接選ばれたという意味での最高という意味で何か内閣より偉いとかそういう意味はないというのが普通の考えだと思いますが他には9月9日午後4時28分の立憲の和田幸議員故安倍晋三氏国葬儀のご案内いただきました心より弔意を申し上げます国葬については根拠とする法律もない基準もない 岸田政権が閣議決定で全てを決めるなら国会は不要です。国民の多くの反対意見は安倍元総理銃撃事件の背景に旧統一教会の問題があるからです。私は国葬に欠席します。以上ですね。まあ閣議決定で全て決めるとか誰も言ってないので言いかかりなんですけどね。 また9月9日午後8時8分の立憲民主党大河原雅子議員のツイートですね。岸田文雄内閣総理大臣から届いた安倍晋三国葬儀のご案内。私は納得できないので欠席します。以上ですね。またこちらは9月10日午前1時56分の原口和弘議員のツイートですね。以下引用です。仮にこれが国葬儀ではなくこれまで同様の内閣自民闘争であったのなら、 参列することができた人もいるはずです。法的根拠を書いた、しかも三権の他の司に何の断りもない国葬儀には、道理から言っても参列できません。国葬令は廃止されています。以上ですね。これまで引用したものを見ると、統一協会云々を理由に言ってる人なんかは、内閣葬か国葬かで結論は変わらんでしょうが、まあどうなんでしょうね。あ、例の三権の了承云々も書いてるね。 で、今回私は立憲さんの議員ばかり紹介しました。写真によると9月13日までに返事を投函してくれということなので、これからも同じようなものが出されるかもしれませんが、私が興味を持つのは立憲だけなんですね。で、実は立憲民主党って国葬儀への参加を議員に任せるんですね。こちらをご覧ください。こちらは日本経済新聞9月9日の記事ですね。見出しは。 安倍氏国葬の出欠、個々に判断、立憲民主党が方針ですね。以下、一部引用です。立憲民主党の岡田克也幹事長は9日、安倍晋三元首相の国葬について、所属議員の参列方針を示した。執行役員以外は、個々の判断を尊重する。党として拘束するつもりはないとかだった。党執行役員は、一致して行動すると述べた。 岡田氏は国葬をめぐる岸田文雄首相の説明に関して疑問が残ったままだと指摘した。立憲は来週前半にも疑問点をまとめ、文書を通じて政府側に回答を求める。回答を踏まえて執行役員の国葬の出席を議論する。以下略。以上ですね。って、あれ泉健太代表は国葬への出席について9月2日の会見で、私が勝手に決めるものではない。よく党内で議論して決めていくべきだと言ってましたよね。 代表が出席するかどうかは、党内議論に依存するのに、各議員の出席は個々の判断を尊重するのそこは以前から話し合っておくべきことじゃないのそれとも話し合った結果、各議員が好きに判断していいということなのかな しかも、先ほども触れましたが、国葬への参加って、9月13日の火曜日までに投函してねって書いてあるんですが、記事によると、疑問が残ったままだと指摘した。立民は来週前半にも疑問点をまとめ、文書を通じて政府側に回答を求める。回答を踏まえて執行役員の国葬の出席を議論する。って、期限に間に合わないぞ。まあもちろん、岸田さんの説明が遅いってのもあるんでしょうが、 立憲もスケジュール的に無理があるというか、何にせよ、各議員は好きにしていいけど、党としての判断は先送りってどうなんだろうね。議員としてもどう判断していいかわからないという人もいるかもしれませんね。で、このような混乱ぶりを見せる立憲とは違い、共産党はわかりやすいですね。国葬は憲法違反だから出席しないですよね。これは党として一致団結していますから、立憲のように各議員が 何か意見を言う必要もない。ということなのかなただ、えっと、ちょっとこちらをご覧ください。こちらは9月8日午後5時18分の共産党の C ・カズオ委員長のツイートですね。以下引用です。会見で問われて、国葬は憲法違反であることは明白であり、その中止を強く求めるが、仮に強行された場合、当然憲法違反の国葬には参加しない。 同時刻27日午後2時に行われる国葬反対9月27日国会正門前大行動に参加する以上ですね。いやー、なんというか、まあ理論的には正しいわ。けどさ、海外の要人が来るときに騒ぎを起こす方向の行動を取るのはな ちなみに当然そちらのデモに対しても警備の人員を回さないといけないけどそのためにどこかの人員が少なくなって万が一のことがあった場合共産党は何かしらの責任を負うのかしらにしても国葬の件でも泉さんは厳しい立場ですね。今の泉さんは立憲支持者にも批判をされそしてもちろん与党支持者にも責められて簡単に国葬不参加だって言えないのは色々思うところがあるんでしょうかね。 まあ、とはいえ、党内をまとめきれずに各議員が好き勝手に動いている。合同ヒアリングで好き放題に言わせてるなら、それは全部代表の泉健太の責任ではありますけどね。まあ、今となってはね、国葬に関する法案を国会をちょっと開いて通してしまった方が良かったのかなって気も若干しますけども、まあ、それでも騒ぎは収まらなかったでしょうけどね。 皆さんはどんなふうに考えるでしょうかぜひともね、皆さんのご意見をコメント欄で教えてください。では、ぜひともチャンネル登録、高評価などもよろしくお願いします。では、次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。